皆さんこんにちは。一応、は、ゆっくりボイスで変換するときには、は、になってしまいます。ゆっくりムービーメーカーを使用する際は、は、お、は、に変換させてあげましょう。それでは改めまして皆さんこんにちは。そもそもゆっくりって何でしょうね、という年代が増えてきていると思いますので、ざっくりとこの動画で説明したいと思います。まずアスキーアートというアスキーコードというものがあります。それのアートがこちら。といったものがあります。他にはこんな感じなもの。はい、こちらがアスキーアートを使用したゆっくりの元ネタとなります。東方プロジェクトの右から、白霊霊夢、霧雨マリサといったキャラクターがなぜゆっくりしていってねと言ってるのかは不明です。東方プロジェクトというのはパソコンのシューティングゲームなんだぜ。流行の先端は2008年頃の2チャンネルというウェブサイトから、アスキーアートイラスト計画から今現在に近いものが誕生しました。そしてニコ動にゆっくり動画がアップされ続け今に至るわけなんだぜ。いかがでしょうか？抜け落ちている部分や違っているものがありましたらコメントをください。ではご視聴、ありがとうございました。